て考える、でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでたのはチキンライス、高価物頼んだら二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、子供の今の子供に理解できるかな。街はにぎやか、お祭り騒ぎ、失恋症はやっぱり似てる、俺はまだまだ時期が進んでいる。貧乏って何って考える、へこんだとこへこんだ分だけ払って浮かぶしかないかげでは、昔話を語り出すと決まって貧乏自信満で切なくなるやつ、でもあれだけ貧乏だったりしゅだ、せめて自慢くらいはさせてもくれよ、最後の場合は帰れるからって、今の子供たちに描かれるのかな。Goodbye Christmas Eve、街はにぎやか、おやすみ騒ぎ、七年とやっぱり見てる、俺はまだまだチキンライスでいや、今なら何だって注文できる、親の顔色チキンライス頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなものを何だって食べられる、酔っ払いで家が立ちてここへ行こう、もう見えない笑顔があれも忘られない、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、誰にかケーキにも持てこい、でもまだまだ全部食べるだけのな、赤赤プリンス押さえとけ、スイート止まれば言わないから、チキンライス、イエイ。